ブレイクライブリーはアメリカ合衆国の女優。身長178センチメートル、体重59キログラム。夫はライアン・レイノルズ。1998年に映画サンドマンでデビュー。2005年公開の旅するジーンズと16歳の夏で注目を集め、ティーン・ジョイス・アワードのブレイクスルー女優賞にノミネートされた。2007年放送開始のテレビドラマ。 ゴシップガールのセリーナ・バンダーウッド戦役でブレイクし、ティーン・チョイス・アワードブレイクスルー女優賞と女優賞を受賞した。また、ファッションアイコンとしても注目を集めるようになった。カリフォルニア州ロサンゼルス市、ターザナ出身。父親のアーニーは俳優兼映画監督、母親のエレインはマネージャー。5人兄弟の末っ子で、4人のケイも俳優である。 2004年から2007年まで俳優のケリー・ブラッツと交際。2007年からゴシップガールで共演しているペンバッチリーと交際していた。しかし2010年には破局している。2011年には俳優のレオナルド・ディカプリオと交際していたが約5ヶ月で破局した。2011年10月より俳優のライアン・レイノルズと交際をはじめ 2012年9月9日に結婚した。2014年12月には、第一子女児。2016年に、第二子を出産。2010年11月、ニューヨークのクリスチャン・ルブタンに来店し、40足の靴を豪快に購入して、周囲を驚かせたという。購入した靴の総額は9000ドルでインタビューをされた。ブレイクは、姉へのプレゼントなの。あとは友達。 もちろん自分用にもいくつか購入したわ。と答えた。2011年、クリスチャン・ルブタンは、ライブリーの名を冠したザ・ブレイクを制作している。特には料理で特にお菓子作りが趣味で、グリーンランタンの撮影中は共演者やスタッフに、焼き菓子を差し入れしたという。ありがとうございます。